ベルネーは、フランス、ノルマンディ地域圏、ブール圏のコミューン。県西部に位置し、県とエブルーから5 0トル離れている。コミューン内には、ディル川の支流シャラントンヌ川が流れる。ベルネーという地名は、湿地のような、泥のようなを意味する、ケルト語のブーリン、ブレンに、場所を意味する悪夢を、設備地として付けた名称に由来すると考えられている。 シャラントンヌ川修道院付属のノートルダム・ド・ベルネー、教会996年から1008年の間、ノルマンディー・コーリー・シャール2世は、非、ジュディット・ド・ブルターニュの持参金として、ベルネーの地を受け取った。ブルターニュコ,ーコナン1世の娘であるジュディットは、ベルネーに、ベネディクト会派のベルネー修道院を建立した。修道士たちは、下水処理施設、製粉所、巨場を整備した。そして、 ノルマンディにあるロマネスク様式の宝石と称えられる修道院建物もである。1198年から商業が行われていたことが伝わっている。織物産業が知られ、日本史が数多く開かれた。ベルネー周辺は農産物が多様で豊かな土地柄であったためである。ベルネーでは毎週土曜日に大きな市場も開かれていた。13世紀からある。 クチュールの聖母への数形には、ノルマンディ各地から大勢の巡礼が集まったという。19世紀の間、主要度が改善されベルネーの現代化が進んだ。産業構造の現代化は、コミューンの中心部から外へ向かった。この発展は20世紀に新たな産業が導入されても続き、丘の上にある歴史ある中心部から見下ろす場所に伸びていった。 第二次世界大戦中の1944年8月、カナダ軍がベルネへの空爆を計画したが、当日町は厚い雲に覆われていたため決行されず、ベルネーの歴史ある中心部が守られた。ありがとうございます。